な、帰ろうか、都市へ。
切ってまいりましょう。もう一回やりましょう。俺が切り開く。我が剣族よ、ひらめきました。ご主人様の邪魔するからこうなるんですよ。
紙が増えましたよ。完璧にはほど遠いね。わかりました。中身が増えましたよ。
結び目を破壊して回ってたんはお前やな。なんであんなことをした？それはこちらのセリフだ。私が秘密裏に破壊工作を行っていたというのに、全て無にしよって。五角堂を破壊するしかなくなってしまったではないか。目立つことは避けたかったのだ。五角堂を破壊やて？宮古市の貴重な文化財や。そないなことさせへんで。私を止められるとでも思っているのか。ここはどこだ？五角堂自身が宮古市を守るために結界を作り出したんや。これで心置きなく戦えるで。バカな、ただの建物にそんな力があるはずがない。この結界を作ったやつが仕込んでいた防衛装置か。どこまでも忌々しい世界だな。ここは祖先から受け継いできた都の結界、絶対に壊させへんで。
ましょう。我が眷属よ。私に続け。私にもチャンスはありますよ。優勢ですかね。優勢ですね。
り切ってまいりましょう。お前は何者だ。もうこの世界に結界を守る力を持つ者など育つはずがないのだ。御堂家はこれまでもこれからもこの国を守っていくんや。そんな連中は戦争で滅んだはずだ。なぜだ、なぜお前のような者が存在する。えらいおしゃべりな人やな。もっと話を聞いてみたくなったわ。武蔵、スクネ、この人を連れて行って。させるか。自爆？いや、消えたんか。気にはなるけど、結界の修繕が先や。みんなのおかげで結界を守ることができた。ありがとう。ちょっと御堂君、なんてことすんのよ。あ、忘れてました、すんません。でも全部終わったんで。ありがとうございました。その一言で許されると思ってるの？この計画は。ただ道おじさん、御堂内務次官とも話し合おうと思います。都市、この国、そして世界を守るには長期的な取り組みが必要です。マジみたいね。でも私もいろいろ聞きたいことがあるのよ。嫌とは言わせないわよ。もう一度コート半蔵に拘束されますか？いや、それは。ほな失礼します。うちに帰らんとお母様に叱られますんで。綱乗り。父さん、いつ帰ってきはったん？ついさっき飛行機が着いてな。ちょっと揺れたで、けどうまくやったみたいやな。まあまあやれたかな。父さんとお母様のおかげや。でもこの話は母さんにはせん方がええやろな。自分もそう思う。おじさんが絡む話は。さあ帰ろう。